の折り目と同じようにやり方は一つです。わあ、見ちゃうところ。リンゴちゃん、今日もよろしくね。私たちならできます。はい、みんなこっち来て。行ってきます。みんなこっち来て。一瞬です。戦闘用の服もバッチリ準備して、手心は加えません。こんなの悲しいです。お話は後で。ファイヤーザさん、みんなこっち来て。針に糸を通すように。つく、前に進むぞ。私は後で。守らなきゃいけない人がいるんです。あ、はい。針に糸を通すように。つく。どこに行けばいい。パワーエネルギーに気をつけてね。命を裁断できるというんですか。苦しみを忘れたことはありません。命を裁断できるというんですか。戦闘用の服も手心は加えません。あなたは命を裁断できるというんですか。はいはい、私が何とかします。あ、話は後で。守らなきゃいけない人がいるんです。こんなの手心は加えません。話は後で。守らなきゃいけない人がいるんです。はい、皆さんの援護は任せてください。お、命を裁断できるというんですか。お、針に糸を通すように。つく。お、はい、命を裁断できるというんですか。準備してきました。針に糸を通すように。つく。戦闘用の服もバッチリ準備し、先手心は加えません。苦しみを
忘れたことはありません。手心は加えません。戦闘用の服もバッチリ準備し、心配しないで。針の糸を通すように。つく。はい。お話は後で。守らなきゃいけない人がいるんです。戦闘用の服もバッチリ準備してきました。命も裁断できるというんですか。体が重く感じてきた。あ、はい。命も裁断できるというんですか。戦闘用の服もバッチリ準備してきました。戦闘用の服もバッチリ準備してきました。針の糸を通すように。こんなの悲しいです。手心は加えません。戦闘用の服もバッチリ準備して。針に糸を通すように。つく。こんなのやりませんか。大丈夫ですか。命も裁断できるというんですか。はい、私たちには気をつけ。あららら。了解。こんなの悲しいです。命も裁断できるというんですか。体が重く感じてきた。命も裁断できるというんですか。心配しないで。ドクター、ここっていい景色だね。先輩、ご命令を。どこに行けばいいですか。あ、はい。針の糸を通すように。つく。あ、はい。お話は後で。守らなきゃいけない人がいるんです。こんなの悲しいです。針に糸を通すように。つく。戦闘用の服もバッチリ準備してきました。命も裁断できるというんですか。奴らを抑える。あなたはなめるなよ。We'll be right back.
accomplished. すべては秩序に乗っ取るべきだ。摂理に反することなど誰にも許されない。